はい、いよいよ、いよいよでございます。本日は最終回ということで、なんか避けられた気がする。やっていきましょう。ここ最近ね、連日やってたんで追いついてない方もいると思うんで言っとくと、うつしえの手帳とか、うつしえの記憶とかね、集めました。全部真珠も集まってます。ちょっとまあ準備をして、それから向かおうと思うんで、ちょっとすぐに行くわけではありませんが、一番くじは引いてません。ちょっとあんまりグッズ集め勢じゃないんで私。でもちょっとあのラバーキーホルダーみたいな、コログのあれちょっと欲しいかな。コログはね、ティアキンにも出るっぽいんですよね。なんか一般通貨コログみたいのが一瞬映ってるんで、なんか普通に移動してたっぽいんだよな、コログが。そう、トレーラーなんか映像に一瞬映ってた。まあ今作でこれだけ探させたからね、今までと今作と同じ仕様とは考えにくいかなと思ってますけど、分かりません。前回この永訣の服はもうマックスまで鍛えましたが、ちょっとこのこっそりつけてるトパーズの耳飾り、ちょっともうちょっと綺麗にしようかなと。多分これ以上は無理だと。まさかのトパーズが足りないっていうね。星のかけらこんなに持ってるのに。言うて星のかけらあんなに必死こいて集めたのにさ、使ってないからね。まさかの。なぜか。ボゴブリの肝も足りねえし、謎の素材が足りずに、ちょっと微妙な強化なんですけど、まあ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 、永訣服最後まで鍛えたしいいでしょ。そう、マモにしちゃった。巨大なコアもね、あれ買ってってもいいんだけどね。いや、古代兵装、いや。あれ買ってって無双してもいいんだけど。かわいいな。ちょっとこれも増やしていきましょう。前回なんだかんだうろうろして祠をクリアしたんで、いっぱいあるんでね。そう、アーカイブ見ててね、思い出したんですよ。私えのきなさんのクエスト完全に終わらせてないなって思って、最後に話しかけなきゃいけないのに話しかけてないなと思って、ちょっとそれもやっていこうと思います。桜田を封印したついでにえのき田さんも封印してた。ちょっとこっちのデータでは桜田も封印を解こうかなと
ぐるぐる頑張りの器カンストしましたね。ってことで話しかけてなかった。話しかけましょう。参列してくれてありがとう。ぐすん。おめでとう。ありがとう。さて一から村だがすっかり村らしくなった。すべてはお前のおかげだ。礼を言う。そうだ、これを受け取ってくれ。いいんですか、1500ルピーも。ここの岩をどけている時に出たものだ。俺やパウダにはこういうのは必要ない。持っていけ。マジ、やめて。なんかそういうさ、なんかダイヤとかなくても僕たちは幸せですみたいな。いや、ダイヤなくても幸せかもしんないけど、あった方がもっと幸せだよ。浅ましい人間みたいじゃない、私が。7個も持ってる。おお。これも1個300なんだね。即時売却。封印した桜田さんも話しかけましょう。お、ああ、2人とも素敵だったわね。そうですね。はい、それは気高くたっときもの。最大の賛辞を2人に送るわ。さて、結婚式も終わったし、私たちはそろそろ果ての村へ戻るわね。じゃ、はーい、カツラだ、戻るわよ。ウィッス、手振ってくれる。封印解いたわ。ここからこれでまたうちの前に戻ってくるからさ。このハートみたいなマーク、桜田工務店的な。マークなんすかね。待って、この、ちょっと桜田工務店さん、ちょっと壁が登りづらいわ、この家。ここにね、あのね、イケメンがいるんですよ。お、イケメンでしょ、これ。まごうことなきイケメンがいるんですけど、えい、ホワツ、ユーは初めましてだね。ミーはグラネットを言いますね。駆け出しダッシュの古代文明研究者よ。修行の身だからしてダディに言われて世界を見て回ってるとこなんだ。ユーも見たところ全国を練り歩いてるのかい。そんな感じ。おう、一緒。ミーは歓喜ということで、この人はあれですね、息子です、息子で。なんかそのいろんなとこにある装備を売ってくれるっていう人ですね。まあ1個は手に入るんだけど、なんか色違いとか手に入る感じ。まあ、取りこぼしっていうか、まあ、色を変えたりしできるみたいな感じかな。サンドブーツとかスノーブーツもあります。あと私全部取ってないからあれだけど、 EX 系も2つ目を売ってくれたりする。DLC ですね。 DLC も売ってくれたりする。ちょっとそれパッパんとこ行くか。ボテンさんのお古が嫌な人御用達。そうね、ボテンさんからもらったくね、ズボンは、ズボンじゃない、ブーツはちょっとっていう人はここで買い直すと新品が使えるんじゃないかっていう。
初見。よい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 よ、だいぶもう時よく取り戻してきてますからね。かわいい。私もちょっと買ってこうぜ。いや、ブリブリブー、めっちゃ買ってこ、金ならある。ブリブリブー、この辺もいいな、欲しいけどな。盾とかもかっこいいよね。ちょっとブリブリしよう、もうちょっと。めっちゃ買ってこ、マジ無双しよう、これで気持ちよくさ、行こうよ。もう今日で終わりなんだからさ。大盤振る舞いよ。全部買った、買える分全部買ったよ。41本。強い、見せつけていこう。これで もうガーディアン全部壊そう。ガノンよ、震えて眠れ。ちょっとお料理もねしないと。ちょっとこの間ねめっちゃあの訳あってライネルとかイワロックとか倒しまくったらなくなったんで、ちょっと お料理もしていこうと思ってます。まあ他にもねある程度装備は現地調達できるんで。帰ってきてる。おかえり桜さん。じゃおー、決めた。何が？私引退するわ。え？引退して嫁探しの旅をするの。いいですね。あなたも急ぐのよ。若さ、それは歌方。さあ、分かったらお行きなさい。あなたは自分がやるべきことを分かっているはずよ。はーい。私に用？元気？元気よ。でもね、私棟梁兼社長兼デザイナーを引退して嫁探しの旅に出るわ。あなたもやることがあるでしょ。急ぎなさい、時は待ってくれないわ。首のお守りって？気になる？これは代々桜田家に伝わる幸せを運ぶお守りよ。えのき田の結婚式の最後、あなたには花吹雪が見えた？お、見えました、ファーって。ふふ、よかったわ。あれはおバカさんには見えない花吹雪。無限に降る花は無限にあふれる愛を表すの。素敵でしょ。いや、深いわ。もう二つ両方ちょっと深いですね。暇ならこのダンス広めてくれない？じゃあ行くわよ。ダダダ、ふわふわ、シャキーン。ダダダ、ふわふわ、シャキーン。いろいろ料理します。
もなんとか煮込み果実しか作らなくなっちゃう結局。なぜ？どうして？結局そうなっちゃう。レシピが単純だからいっぱい持ってるしな。お肉も食べよう。いいね、うまそう。今結構お腹いっぱいなのにうまそうに見えるから、うまそうですね、だいぶ。ハートプラス12とか出てる。めちゃめちゃ強いな。まあミファーもいるしね、言うてしまえば。星のかけら入れる？え、私ガチな話するとやったことないっす。何が起きんのこれ。え、ちょ、いいものとやろうかな。え、これ知らないっす。これ何が起きるんですか？え、これ、だってこれクソレアだからさ、やったことないよ。え、これ料理ってさ、食べる方でいいのかな？なんか、え、知らないよねこれ。これめちゃくちゃレアなんですよ。あのね、ふざけた話じゃなくてガチでレアなんですよ。これを手に入れるために何時間やったか分かんないぐらい。そう、実は食えるって書いてあるんだけど、あのね、料理、このね、説明欄に書いてありますね、実は食えるって。あー、ちょっと待って、これ実は料理の材料として使えるって。え、これどうなんだろう。え、なんかそのさ、薬みたいな方向なのかさ、食えるの、食えるってそのなんだろう、ご飯になるのかな。あー、料理確定大成功みたいな感じなんじゃないか。いや、セーブとかしないよ、そんな。そんなものはね、男らしくない。セーブなんかしない。ちょっと、キノコと肉と岩塩と星でやってみるわ。しかも超いい肉ね。ま、頼むぞ。大成功か？なんだこれ。いや、うまそうだけど、なんだ。思ったより普通なんですけど。まあいいんだけど別に。炒めガニなんだこれ。この間馬宿でチラッと見てて、横目に見ててうまそうだなって思ってやったんだけど、これ香辛料入れたんですよ。カレー、カニカレーみたいな感じなのかなって思ったら、香辛料を効かせたカニの炒め物なんだね。へえ、でも美味しそう。あー、硬化時間延長じゃないか。なるほどね、そう言われるとなんかちょっと納得できるかもしれない。
こいつめっちゃ料理作るなって思われてそう。どこ行くんだこれからって。あ、そんな食うのかって思われてさ。あれ混ぜちゃったか今。あ、混ぜちゃった。ちょっとパーティーがありまして。すいませんね。まあこんなもんかな。でもそう、今まであんま食べてないね。だいぶ作った。こんだけあったらさすがに足りるでしょ。いいな、ハートミルクスープ。意外と普通の食い物ないけど、まあいいでしょ。これ持ってくか。これ持ってかない。まあ現地調達も不可能じゃないだけど、まあ、現地で手に入れちゃったら現地で手に、あ、でもそっか、持ってると出ないんだっけ。これ持ってこうぜ。ちょっと最後にカッコつけで使おう。カッコつけでリポップするけど、持ってるとなんか出ないとかそんな感じだったような気がするな。そう、壊れても買えるね。リーバルも持ってくか。リーバルも持ってこう。ウルボザはいいや。ウルボ、でもウルボザ持ってくか。せっかくだしな。せっかくだしウルボザ持ってくか。いいやとか言ってるとかわいそうか。ミファ？え？え？え？じゃあちょっとその前にもう一箇所、もう一箇所ね、行かないと叱られる場所があるんで、ここも行きましょう。ここ行かないと叱られるんで。忘れ去られた神殿ね。ミファーはもういつも一緒にいるから、うん、そういう風にドレファン王にも報告したし、いつも一緒ですって。な、武器壊したぐらい大丈夫よ。そう、ミファーの形見は鎧の方だから。あ、寒そう。せっかくおしゃれしたのに珍しく。寒そう。いやー、でももうすぐですね、ティアキン。めちゃめちゃ楽しみなんだけどさ、日が経つごとに私金曜日が忙しくなってくんだけど、どうしたらいいと思う。小さな声で言わせてもらうと、すごい小さな声で言うんですけど、どんどん忙しくなってくんですよね。仕事があるのはいいことなんだけどさ、でもそれみんな言われたらどういう気持ちになる。いや、仕事があるのはいいことだよって。いや、仕事なんだよねってさ、夜勤やりたかったんだけどさって話をさ、友達とかにしてさ、で、いや、でも仕事ある、いいじゃん、仕事あるだけいいじゃんって言われたらさ、どういう気持ちになる。いや、嫌ってなるじゃん。いやいや、そりゃそうだけどさって。私も同じなんだよね。うん、そう、なんかパンチするでしょ。そう、なんか、なんだお前って気持ちに少なからずなるでしょ。私もそうなんだよね、別に。いや、別に言えね、確かにね、いいことなんだけどね。バー
こですね、複数体のガーディアンをいっぺんに倒そうと思えば倒せるところ。ロナカータの祠。クソデカ女神像。ここはね、ちょっと特殊な場所ではあるんですけれども、なんか意味わかんないぐらいガーディアンいたっしょなんですけど、まあ、ちょっと私が祠を全部クリアしてないので、来たところでといった感じではあります。お、でもやっぱ女神様の加護もあり、マスターソードの力も回復しましたね。ここはこのゲーム内に存在する祠を全部クリアすると、ここでいつもの伝統の緑の息吹の勇者の服みたいなのがもらえるっていう場所ですね。緑の帽子と。でもなんかなぜかガーディアンに守られてるし、でもこのガーディアンも結局なんかあれだよね、ちょっとよくわかんないけど、いつ設置されたものとかわかんないけど、本来味方だった時に置かれたものだよね、絶対。味方だった時っていうか、そのここの神殿守るために置かれたシリーズな気がする。初等化解放しないのか、もう今日で終わりなんでいいかなって思ってちょっと今日はもう祠はいいかなと思ってるんで、はい、すぐ終わるだろ、しょうがねえな。じゃあ祝福なんだろうな、そう言うなら。ロナカータは話のわかるやつかな。移動式のガーディアンじゃないですね、ここは。みんな固定ガーディアンですね。なんだ、祝福じゃねえか。もっと早く行ってよ。そうですね、私の記憶もだいぶ戻ってますね。じゃあ行きますか。まあちょっとね、これ DLC やれてないんですけど、いやマジでやってみてほしいです。残されたのはガノン討伐のみ。うん、厄災ガノンの力を抑え続けてるゼルダ姫の力が限界に達したその時、厄災ガノンの中完全に復活し終わりを迎えてしまう。それまでにゼルダ姫を救うことができるだろうか。だいぶね。クリアしましたからね。13カ所の思い出の地を巡り、ゼルダ姫の思いを受け取った。思い出の中のゼルダ姫はいつも一生懸命だった。一刻も早くゼルダ姫を救い出して、彼女の笑顔をもう一度この目で見たい。これですね。終わってますから。行きましょう。さあ、どこから侵入するか。前回は、この辺から行ったね。ここから、わーって言ってこの辺から入ってった。真正面から行ってもいいんだけど、それだとあんまり見栄え上変わらないんだよな。でも城下町を通っていくっていうのもいい。正規ルート、そんなものはこのゲームに存在しない。
まあ、一応多分ゲーム的におすすめされているルートが存在してて、それがこの辺から入ってくるルートなんですよね。うん、あの森の方から入っていくっていうルートが一応存在はしてて、そっから行くと警備がめちゃめちゃ手薄で裏口入学できるんですよ。なんかで その話をね、どっかの馬宿とかでね、知ってる人がいるんだよね。なんか城に潜入するにはそこのルートがいいらしいですよみたいな話をしてる人がいて、どっちがいい？真正面めっちゃ大変だよ、ちなみに当たり前のようにガーディアンめちゃめちゃいるから。そう、船着き場っていうのが、でも私この間ね、この間っていうか、あの初回配信の最後の方に多分盗みに入ってるんですけど、入られるようにそこ行けなかったんだよね。本当はね、そっからそこ行きたかったんだけど行けなかったんだ。じゃあ正面から行きやすか。いいぞ。キングブラッドレイバリに真正面から行くか。でも裏口ルートもかなり面白いですよ。なんか温泉卵とか置いてあって、なんだこれってなるし、なんか採掘用のトロッコとかも落ちててなんだこれってなるしめっちゃおもろいからおすすめ。そう、自分の城に入るのにっつってお前の城じゃないけどな、リンクの場合は。かつて自分が仕えた城に裏口から入る理由があるのかね。かっけえ。ヘポナはどっか行った。ヘポナー、宮使いは真正面からは入らなそう。いいね、なんかコメントなんて全部自分の心の声みたいなもんなのにわざわざカッコつけてくれんの、なんかいいね。さらなる小声感を演出。セミな口で喋ったことを打っているわけでもなかろうに。そうだね、ヘポナはライネル倒しに行った時にあの極寒の地に多分置き去りにされてますね。うん、ほらここにヘポナ、ありがとうヘポナ、ヘポナのおかげだよ。あ、一人でもできたし。さあ BGM が不穏になってまいりました。もうちょい右ですね。正面は城壁みたいのがおそらくあったんでしょうね。一周ぐるりと、だいたいね、ほら旗みたいのもついてますし、ゼルダシリーズのハイラル城下町はしっかり城壁で囲まれてることが多いですから、ここもおそらくはそうだったのでしょう。え？砲台がいたな。ここがちょっと時間かかるからやーね。まあ弓いっぱい手に入れたし、それでやっちゃってもいいんだけど。ちょっと
ここですね、正面入り口は。綺麗だった頃が見たいよな。不景。さてと、いいもん落ちてねえかな。お、ある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 。大事なもんを持ち去る暇もなく、ガーディアンにやられちゃったんだろうね、かわいそうに。ドゥルドゥルですね。火事場泥棒です。どうも。昼か夜かもわからないが、一応夜ですね。ガーディアンもそこらかしこにいらっしゃいます。まあ、ここが一番やばかった場所です、場所でしょうからね。もうマスターソードも本領発揮してるな。ここですでに光ってますね、マスターソードくん。まだですね、ガーディアンの残り画がありましたね。ハイラル城に入るときっと光るはず。初見プレイで絶対に正面突破させないという意志を感じる。いや、いると思うよ、正面突破するやつ。目目閉じとるがな。おい、こら。ダメですよ、眼圧検査。ちょっと怖いかもしれないですけどね、ちょっと風がスッて当たるだけですからね、我慢してくださいね。いつもすいません。わかる。この間初めて一発 OK だった。我ながら感動。あ、なくなってもった。打率6割ぐらいかな今日。あんま高くないな、打率が。ここから先行くとまた外れに。やだやだやだ、もういいって、もういい、もういい、もういい、もうええわって思ったとこなんですよ。ちょうどちょうどもうええわって。そしてここですね、正面入り口、城の。記念撮影しとくか、新しいサムネ用に。ちょっと今日なんか急遽残ってた写真っていうか、スクショっていうか、配信のスクショから作ったから新しくしとこう。雨降ってきたし見づらいでしょうが、ハイラル城だなって分かりづらくなっちゃったじゃないでしょうか。本当にこれを切り取ろう後で。よし、
頼もう。取り戻しに来たぞ、ゼルダー。お待たせ。前近くまで来たのにごめんな。今行くぞ。いね。あれ遠すぎ、あれ遠すぎ、あれ遠すぎるが。ちょっと待って、 BGM 鳴り始めたけど音量大丈夫っすか。ちょっとハイラル城だけ音量でかいんだよね。大丈夫、 OK。さ、正面から来たら詰まってるじゃん、どうしようみたいな感じになるんですけど、別の女の形見も使うか。雨最悪。さ、結構ね、城の中をね、ここであったが100年目。前回は尻尾を巻いて逃げ出したが、かかってこいよ。ここであったが106年目。マスターソード光ってます。ちょっとしゃがんじゃった。なんか来た。ノーヒットノーラン。ふ、前回来た時ね、ベラベラバス、ベラベラ喋りましたけど、ここのライネルは青色固定なんで、はい。わかりづらいかもしれないですけど、正面入り口から帰ってきて、1個目の、この塔みたいな、ちっちゃい塔みたいなのをクリアしましたね。なんだっけ？二の丸とかなんだとかって書いてあるんだけど、何丸だか忘れたわ。霧丸？霧丸クリアしました。早く撃てや。ちょっと待って。
さあ次はおじゃる丸です。あちょっとダサい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 、先頭打者ホームラン打たれた。避けれんかった、最悪。邪魔やよ、邪魔よ。ちょっと待って、危ねえ。ちょっと危ねえ。正面が取れてない。しゃがみボタンがさ、左スティック押し込みなんだよ。だからちょっと力むとね。おい、味方やってるぞお前。ダルちゃん帰ってきた。おお来た。使った分補充した感じか。ちょっとちょっと逃げんな。これでおじゃる丸まで行ったんで、じゃあさらに登っていきましょう。でもこのまま行くと終わっちゃうけど、ちょっと寄り道はしたいな。でもちょっと寄り道の予定はあるんだけど。マジかっけえこれ。読み物ね、盗みに入った時に一通り読んだんですけど、もう一回読みたいっすよね。当たる？はい、プロ。あれはさすがに届かないかも。どこだ？誰のピピピ？これ？これがゼルダ無双ですか？いや、古代やマジ気持ちいいよ。待って！くそいや。違うの、今の。今のプレミ。まあ、でも、いっぱいあるからいいよ。いっぱいあるから。待って、あのカラスたちが最強だろ。ガンか？なんだあれ。あれが最強だろ。変なとこ当たった。こんなとこ飛んでるのがもうおかしいやん。ついちゃうよ。
ここですからね。このオレンジたまたまですからね、ガノンは。ちょびっとだけ寄り道しますか。この装備はね、1個だけ取ってない。初めてではないが、ここに姫静香があるのもね、メッセージ性があるよね。今となっては「シーカー族のインパを隠見。私は今日から本格的に異物の研究に関わる。インパからプルアとロベリーを紹介された。もうこの二人も会えましたからね。共にインパ同様シーカー族とのこと。明日は彼らと発掘調査に赴く予定。誘導石を操作するための異物発見が急務だ。遺跡より誘導石操作用と思われる石状の異物が出土した。両手で持つサイズのそれは長方形の物体で、前面に古代シーカー族の文様が確認できる。ちなみにこのシーカース、これまあその要はシーカーストーンの説明ですけど、シーカーストーン開発してる絵みたいのが小さく書かれてたりします。あのインパばあちゃんが説明してくれる昔の1万年前の壁画みたいなやつあるやん。あれにこっそり書かれてたりする。うん、これをシーカーストーンと名付けたと。一回全部読んでるんでちょっと省きますね。うん、まあだから研究日誌みたいな、研究録っていうその通りですよね。日記っていうか、まあ研究したことが書いてあると。でまあ神獣とかその辺もね、そのダルケルが最初少しだけ苦戦していたって、この辺結構うちしえの記憶でも書かれてましたね、描かれてましたね。ダルケルも慣れてきましたねみたいなこと言ってた。でロベリーがガーディアンを次々に稼働状態まで持ってってると。でシーカーストーンをリンクに渡してくれなかったから起動できなかったと。うん、別に誰でも起動できていいけどね。誰でも起動できるわけじゃないんですね。で海星の祠も見つけてたと。ここにね運び込む。そう、完全な状態で稼働するところまで調整できてなかったけど、なんとか使ったみたいな、きっとそういう感じなんでしょうね。だからなんか記憶とかなくなっちゃったんだか、100年も時間がかかったんだかわかんないですけど。シーカー族の謎どうなんでしょうね。シーカー族って結構シリーズいっぱい出てくるけど、結構謎が多いんですよね、シーカー族の謎って。一応ね、あの1万年前の戦いの時にシーカー族がいろいろ頑張ってくれたおかげで、ガノンをこう完封できたわけじゃないですか。神獣とか使って100年前はまあ負けたわけだけど、1万年前は完封したわけじゃないですか。なんかその後になんかシーカー族って追放されてるんですよね。だからイーガダンとかがいるわけなんですけど。なんか強すぎて追放されたみたいな。
ごめん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 。こっちの方が日記だね。うん、英傑たちと会合の後調査に向かうも発掘では大きな成果を得られないと。明日お父様の指名で彼が私好きの騎士に着任する。バルーダニア挑戦のためゴロンシティへ。背後にずっと彼の視線を感じ疲労を覚えた。ずっとなんかずっと苦労してるんだよな。今日彼にひどいことを言ってしまった。ついてこないでくださいのやつだね。ついてこないでくださいって多分反省してたけど、なんで怒ってるか分かんないらしいみたいな。でもその後イーガダンであのカラカラバザールのとこで思い出しましたけど、助けてほの字になったと。で謝ってお話をしたと。でお話をしたら、まあ、リンクは何でも、薪を焼いただけの料理でも美味しく食べるそうだ。ハートは4分の1回復するそうだ。他人に注目されるから常に模範たれと意識し感情を表に出せなくなったと。だからリンクにも悩みがあるということを知ってより仲良くなりましたみたいな感じだな。でお父様にもう異物研究をするなって言われて悔しいってなったと。でその後勇気の泉に行ったけど力が目覚めなくて、力の泉か、力の泉行ったけど無理で、で夢に女神が現れたと。で例の知恵なき者ではなくなった17歳になったと。でラネールさんへ行きました。実はあの夢を見てから感じていることがある。無才の姫の言葉など誰も信じはしないだろうがと。なんとなくだから思ってたんだろうな、そろそろやばくねみたいな。そろそろやばくねって思ってたらマジだったってことですね。で結局ね、うつしえの記録によると、知恵の泉でも力は発現せず、ガノンが来ちゃったと。でも怒ってたパッパもパッパの日記に書いてあったけど、ラネールさんからゼルダが帰ってきて、それでもダメだったらお話し合いをしようって書いてたからね、パッパも。だからパッパも悪い人じゃないんよ。意地悪をしようと思ってるわけじゃないんよ、パッパも。パッパの日記はもう読んでるから。ちょっともう、ちょっと行くの、ちょっと遠いね。パッパの日記ちょっと遠い。だいぶ下だから。あ、ちょ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 。そう、パッパもね、そう、焦ってたし、王様だから。王様が、まあいいよゼルダ、お前は異物の研究をしてなさいとは言えなかったってことですよね、立場的に。やはりじゃあリーバルだけ連れてくか。リーバルだけ連れてこう。お、かっこよくね、ここ。ねえ、ここじゃない、サムネここだわ。みんなちょっと待って、自撮りもしよう。これ自撮りもしないとダメだわ。これはゴミ自撮り。わあ、差し替えよう。よし。待ってろゼルダ。デクの貴様も言ってた。
姫巫女の笑顔がもう一度見たいと。今年こそなんとかしたるからな、本丸。私の力ではもうガノンを。きたー。こういう封印だよって気もするけどね。あとは任せな。地下の空間みたいなところに落ちてきてんだよなこれ。さすがに城の中ではなさそうだ。しょってるとかっけえなこのシーン。ハイラル城に救う厄災ガノン、行くぞ。リンリンは一人じゃないんだ。言っとくけど君のためじゃないよ、僕はガノンに借りを返したいだけだからね。来たー。これが私の最後の力、負けないで。行くぜ相棒。さあこいつを食らいだガノン。派手に行くとしようかね。コーヒー様、もうちょっとの辛抱だよ。いげー、やったねー。すごいね、1万年前に対策してるとはいえ半分持っていくというね。これプラスガーディアンで1万年前は無双したんだろうな。しかしまだ生きてる。これに弱いんだろお前。1万年前これにやられたんだろ。同じ目に合わせてやるよ。ミーバルトルネードいつでも OK だ。オラ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 、くらえくらえ。痛かろう辛かろう、どうだ
だぞ。何？顔真っ赤やん。あれ？いけてないな。あれ？リンクさん？リンクさん当たってる？今の。リンクさん？リンクさんちゃんと、リンクさん、あれさっき弾けてなかった？リンクさん、リンクさん近いんだろうな。ちょっと待って、もう一回、ちょっと待って、行くか。よし、やっと入った。いけ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 、殴れ殴れ殴れ、顔面顔面顔面、ノーボディー、イエス顔面、キャー、やばい、ハイリアン盾が壊れちゃう。よし、いけいけいけ、顔殴れ顔殴れ、意外とシュッて切るだけっていう、意外と優しめ。でもこれあれなんだよね、よく見るとそのあいて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 、そのガノン自身に古代兵装ついてるんですよね。なんかカースガノンとかもそうだけど、なんか乗っ取ったんだろうね、そのこっち側の技術だったはずのものを。ちょっと待って、タイミングが悪い、難しいな、降りてる方が当たるな。待って、ウルちゃんも使おう。あんま入んねえ。ウルちゃん、ウルちゃんあんま入んないわ。やっぱみんなオールスターで使ってた方がいいかなって思った配慮なんだけど。やったか。もやもやがシュー、キラキラもシュー。あっ、ヘポナ、ガノン、はるか古代に生まれ、幾度滅ぼされようと繰り返す憎悪と怨念の根源、復活を諦めない妄念から暴走した姿、怨念妄念、あなたは100年前を超える悲劇となるでしょう。
それは魔を打ち払う光の弓矢、あなたに託します。今あなたがどれだけの力と記憶を取り戻せているか私には分かりません。全部思い出したぞ。でも私はあなた、あなたの勇気を信じています。来たー、すまんリーバル、首。光の弓矢、魔獣ガノンとの決戦の前にゼルダから受け取った弓矢、勇者が構えることで光が集い厄災を打つ矢となる。リーバル首、行くぞヘポナ、気をつけろ。いい子にしろよお前、頼むぞ。ごめんな、いっぱいいっぱい無視してごめんな。このままでは、はい、どんな攻撃も受け付けないでしょう。はい、今来い、イーガナン、イーガナン今来い。力が足りずわずかですが、はい、光っているところを射抜いてください。お尻でいいでしょうか。リンク、ルーンを。はい、今のうちです。そっち、ヘポナ、ヘポナ今ぐずるな、ヘポナ。ごめんゼルダ、ちょっと待ってゼルダごめん。ゼルダもう一回、ゼルダもう一回、ヘポナヘポナぐずるな、マジでヘポナごめんごめんって、マジいっぱい置いてってごめん。寒かったでしょ、ヘブラッチ方に置いてって、マジごめん、言うこと聞いてくれ。準備を頼むぞ。もう一度抑えます。ヘポナヘポナ、いい子だいい子だいい子だ、よし。ヘポナ、ヘポナ痛くない、怖くないぞ、大丈夫だぞヘポナ。よし、ナイス。ガノンの力が弱まってきています。よしよしよし、エコエコエコ、どうどう、後でリンゴを食わしてるからな。持っとこ、ケツにも、お尻にも刺しとこ、光の弓矢を。ヘポナー、ちょっと、今です。え、あ、ここじゃない、ちょっとちょ、ヘポナお尻に打ってる場合じゃない、あんま遠いで、ヘポナー逆や、ちょ首にされちゃうよ、勇者、勇者首にされちゃう。ヘポナー、ガノンが苦しんでいます。はいはい、あとちょっとだよ。いいぞ、気をつけろよ、やられるなよ。ドゥーン、お腹です、やったか。あと少しで、あと少しでガノンを、リンク見てください。はい、そう、それがガノンの中枢です。はい、リンク、あれか、すべてを託します。メンタも出てるぞ、ヘポナー。リーバル行くぞ、リーバル、
利用してください。ちょ、リバル、リバル、ごめん、もう一回行こう、もう一回、もう一回やり直そう、もう一回やり直そう、リバル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 、もう一回。ガノン討伐コンプリート、みんなの力だ。オールスターだったな。私はずっと見守ってきました、あなたの運命も苦難も戦いも。だから私信じていました、あなたが必ず厄災ガノンを打ち倒してくれると。ドロドロなんだよな服が。ありがとうリンク、ハイラルの勇者、私を覚えていますか。覚えていますとも、 RTA の勇者はこの時頭の上にハテナが浮かんでいるでしょうけど、私は覚えていますとも。はい、いや、オールスターだったね。そうね、23分とかで終わるからね、今多分もっと早いのかな。私の知ってる最短は23分ぐらいですけど、それだと多分覚えてないと思うんですけど、私は全部やりましたからね。いやー、オールスターでしたね。ダルケルもウォーって言ったし、ウルボザもハーって言ったし、リーバルもワーって言ったし、ゼルだからもらって弓も火を吹き、ヘポナも走り、ロームボスフォレームスハイラルからもらったパラセールも空を駆け、いやーよかった。そう、これでカシーワとの約束も果たせるわけよ。カシーワの師匠がね、ゼルダのことが好きだった宮廷詩人だったということで、
めちゃめちゃいい歌歌ってくれましたよね。私も一緒に歌おうと思ったんですけど、その後の展開をハッと思い出してあかんということに気づきちょっと黙るの遅くなったんですけど、そう、あれと写し絵の記憶はやっぱやんないとちょっと物足りなさが、まあもっとよく言うと本当に DLC なんですけど、まあ、ちょっとそこはちょっとさすがに時間が足らずということで。本当ね、細かいとこももっとまだ回れてない場所もいっぱいあるんですよ。まあ祠も全部やってないですし、なんなら受けてない、終わってないミニチャレンジとかもいっぱいあるし、行ってないうまいども多分1箇所かな2箇所かなあると思うんで、1箇所かな、まだまだしゃぶれるゲームなんですけど、まあ主にねこのメインストーリーが分厚いゲームっていうか、まあメインストーリーもいろいろ味するところめちゃくちゃいっぱいあるんだけど、それよりもこう道をそれていろんなものを探したり、NPC と会話したりとか、読み物読んだりとか、いろんなとこについてる、なんか、建物に書いてある絵柄とか、そういうの見てなんかいろいろ考える方が面白いゲームなんで、なんともちょっと拾いきれなかった部分はあるんですけど。まあ私もね、まあ正直に言うと、3週目なんで、まあ、メインの部分は結構ね、記憶がちゃんとあったんですけど、今思い出したんですけど、今ね、でもやっぱ祠とかは覚えてないとこあります。体が覚えてたね。BGM のアレンジがいろいろあったりとか、そういうとこもね、聞けば聞くほどいいというか、そういうゲームなんで。ティアキン、でも今から始めるならもうティアキンからでいいかなって思っちゃうけど、ティアキンやって面白かったらブレワイも自分でやってみてほしいですよね。この辺の街とかも出てくんのかな。ルージュちゃんいましたけどね、髪の毛切ってましたね、ルージュちゃんね、 PV のルージュちゃん、ちょっと成長してるのかな、どうなんでしょう。そう、あと2日と3時間ぐらいで遊べるんですよ。少し背が伸びてた感じがする。まあ結構みんなちょっと大きくなってんのかなって感じはあったもんね。そう、チューリーが声変わりしてた。そう、リトのテバの子供が、だから大きくなったんかな。いや、この曲マジ良すぎる。30年以上シリーズ続いてんのにさ、いい曲出てくんのやばいよな。昔の曲の方が音の数が少ないから印象に残りやすいみたいに言うけどさ、メロディーラインがいい曲ってやっぱ覚えるよね。なんか大空感あるんだよな、ちゃんと。
やメインテーマもいいね。やっぱ何回聴いてもいいよな。昔オーケストラで最後にこれを、発売前にこれを最後にやってくれたけど、もう一回聴きたいな。そう、仕事で行かせてもらってたんですけど、マジリハの時ボロボロ泣きすぎてマネージャーにめちゃめちゃ心配されたもん。いや今泣いとくんで後で泣かないんで。後ろにね、なんか映像とかも出してたんだよね。そのあれ30周年コンサートだったんかな。なんかいろんなシリーズのいろんな曲やってて、で最後がそのブレワイ発売前だったからブレワイだったんだけど、25周年30周年だっけ、ちょっと年数がちょっと記憶が曖昧。あれ25周年いや30周年だな。多分めっちゃそれが合ってんのよ。でやっぱさ、印象的な曲が流れるからさ、トワプリンとことかもうやばかったね。通ってきた場所だ。開けた門が閉められてる。花びらが舞うんすよね。今日はゾーラの里に向かいます。停止している神獣ヴァールッタの状態を把握、貯水湖の水位を再確認。またシーカーストーン取られてて笑うんだよなこのシーン。結局それから好きなんだなって。ミファーのお父上が私たちから彼女のことを聞きたいと。薬剤の脅威は去りましたが、なさねばならないことや決して消えない悲しい思いは残されています。けれどこの国の人々ならきっと昔よりも素晴らしいハイラルを作ることができる。だから私はその助けになりたいのです。さあ行きましょう。ポナ、またその剣の声が聞こえなくなりました。私の力は100年の封印で枯れ果てたのかもしれません。でも私もう平気です。
ということで、いやー、神ゲーです、神ゲーですわ。いいね。最後めちゃめちゃ姫静か咲きまくってたの。2017年のデータだった。なんだこれ。緑に染めると結構可愛いんだよね。ハイリアの服。この辺を鍛えるのに、多分まだ足りてないんじゃないかな。いろいろね、DLC のやつとかもあるんですけど。いやー、よかったわ、マジで。マークだらけだ。マークだらけ。スホスホいるスホいるぞ。いや、これでティアキンにつながるんだな。いや、でも昨日やっといてよかったな、カッシーは。スロは馬じゃない。まあ細かいことはいいんですよ。はっ、例えば馬の大妖精みたいなとこも行かなかったな。それ忘れてたな。おい、シリキモイでしょ、エポタでしょ、エポナでしょ、これ本物。黒いんかいって。
黒いんかい。ちょっと待って、びっくりした今自分でも。え、今私絶対白いと思ってたもん。え、黒いんかい。ちょっと待って、やだな、自分でやんのやだな。黒いんかい。ひねくれすぎだろ。真っ黒じゃん、真っ黒。これだからオタクは本当にな。はい、エポナも見とくか、久しぶりだからな。ちょっと私なんです、なんで黒いんだ。6年前の自分がキモすぎてさ、ちょっとなんかビビってるわ本当に。配信もしてないのになんでこんなことしてんだろう。嫌なんだけど、ちょっと恥ずかしいんだけど。逆張りすごいな。いや、白馬捕まえてますよ。白馬捕まえてるけど、あれ、あの1個上にいたエポタは白いや。あれ白馬じゃないのかな、エポタ。俺、さっきのスーホーがつけてたのも馬用の別の装備なんですけど、多分これが、あ、そうですね、これエポタが白馬ですね。で、ゼルダの、さっきエンディングでもいたかな、ゼルダのつけてた馬の装備つけて。特殊のこの蔵とかがあるんですけど、それつけてね。はい、ってことでぴったりその11でブレス・オブ・ザ・ワイルド記憶喪失ブレス・オブ・ザ・ワイルド終了です。ティアキンを木曜日の夜からやろうと思ってるんですけども、ちょっとどんぐらい配信するかとか決めてません。全部配信でやることは絶対にないです。オープニングからどのぐらいちょっとやるかはちょっと私の情緒というか私の気持ちというか次第です。もうオープニングで姫が出てきて仲良さそうにしてたら極まってもう終わるかもしれないんで、マジ5分ぐらいで終わるかもしれないですけど、気持ちに従ってやっていきたいと思います。だいぶプレイ時間的にはまあ、ブレス・オブ・ザ・ワイルドにしてはちょっと駆け足なんですけど、全部回れてないし、でまあね、結構詰め込んでやっちゃったんで全部見れた人はいるんでしょうか、果たして。ありがとうございました。いやー、楽しかった、マジで。これの続編だよ。楽しみすぎるよ。マジ、あと2日の間にちょっと死なないように行きたいと思います。本当に。もう、なんか、道路とか歩くとき超気をつけるわ。マジで。電車も事故率が高いと言われてる1両目には乗らないようにするわ。マジ、ここで死んだら本当にもうね、成仏できないんで。マジで。化けて出るんで。もう念には念を入れて石橋を叩いて渡ろうと思います。もういざとなったら戻れ子で回避。そうだね、それも視野に入れつつ頑張りたいと思う。ちょっと常にちょっと人を雇ってご飯とか食べる前も一口先に食べさせようかなと思います。はい、銀の食器を使って生きていきたい、そういう気持ちです。はい、いや、神ゲーなんで皆さんも遊びましょう。ただの人さん、自由の女神さん、サッさん、花丸さん、リーチの方程式さん、そぼろどんぺいさん、しげじいさん、酒井隆二さん、ボックスマンさん、高野さん、大二郎さん、クリーマさん、しんじくんさん、ターフさん、しばさん、ワッタンさん、ムーンさん、むつみさん、アラティさん、エースミスさん、P2 さん、ゼロイチネスさん、アルマムスさん、しゅんいちさん、ジュウさん、ハムサンドさん、ライスオコメスキーさん、無限さん、
マロムツーさん、エムバックさん、標識さん、ガリュウさん、アメさん、スワさん、メープルさん、ネガさん、銀木星さん、ヨッピーさん、ドラスキーさん、エミゴーズさん、ヨセイビーさん、サンズイさん、宮田さん、ウイさん、ツベヨさん、カミーボさん、シシャモさん、カイトさん、ワッさん、M8 さん、ユービン屋さん、レンヤさん、TM さん、モコタロウさん、モンテモリトフさん、ノクビピアトさん、ケミさん、タックさん、フワコさん、アカベコさん、カワウソさん、マクラカワーさん、イチオフェッサーさん、メトロンさん、タマネギさん、マコトさん、トールスガルの同士さん、お団子さん、アズールさん、菅原のとしさん、ベルチバードさん、おつぞうさん、ベーコンさん、文人猫好きマンさん、タケさん、グリードさん、カザーマーさん、アーニャさん、カッパペンギンさん、イザボーさん、シュンイチさん、タピオカさん、タクさん、ダテリンコチャさん、ウシコウさん、イズさん、北瀬由依さん、イズミルさん、マツエンさん、エムハチさん、コロンビーヌさん、コモさん、シャッコウさん、タキミネセリさん、カミーボさん、ツユさん、ソーダさん、ノノノさん、シャンさん、タトトさん、セバタクさん、レガスさん、リーちゃんさん、ケムシさん、ゴマさん、チャオレスさん、エルさん、ありがとうございました。それでは皆さん、いい子に眠りましょう。かっこよ、普通の写真も撮れるじゃん。さよなら。